はい、どうも皆さん、こんにちは、エせッコです。それでは今回なんですけども、D バいファミリーマートで最大 D ポイント20%還元キャンペーンコカ・コーラ自販機で利用すると30、30%還元もということで、昨日に引き続きまして、なんとまた D バいのキャンペーン情報ですね。この動画では D バいのキャンペーンを大きく2つに分けてお伝えして、まあ、最後にですね、D バいのキャンペーンの日程もまとめていますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう いてことでまず一つ目のキャンペーンですね。ファインマー限定ということで。 D D ポイントカード提示プラス D 払いで、のお支支払払払いいいでで初めて D 払いアプリで支払いされる方は20%でこれまで D 払いアプリで支払いされたことがある方はプラス10%の D ポイント還元となっております。で、キャンペーンの期間なんですけども、1月の12日火曜日から2月の1日月曜日までの約半月ちょっとぐらいの、ま、キャンペーンとなっております。で、キャンペーンの流れなんですけども、ま、ここにも出てる通り、キャンペーン期間中エントリーをして、ファミリーマートのお買い物の際に、まず D ポイントカードを提示して、 その後に D 払いで支払いすると。そしたら20、20%もしくは10%分の D ポイントの還元を受けることができます。もう一度言います。D ポイントカードを提示して、D 払いで支払いすると。もう慣れてる方はね、わかりやすいと思うんですけども、慣れてない方はここをしっかりと間違えないようにお願いします。対象となる D ポイントカードなんですけども、 もうこの出てる通りのカードですね。通常の D ポイントカードであったりとか、D カードゴールド、D カード、D カードプリペイド、そしてモバイル D ポイントカードも対象と。あとはですね、ファミリーマートであれば、ファンペイに D ポイントカードを連携されてる方もいらっしゃると思います。まあ僕も連携してるんですけども、それでも OK ですよということですね。で、残りの細かいところですね。まず期間は先ほどお伝えした1月12日から2月の1日まで。で、D バレーのキャンペーンなんでエントリーは必須となっております。エントリー自体はね、すでに始まっておりまして、1月の8日から2月の1日までとなっております。 先に行っておくのがいいと思いますね。で、付与されるポイントなんですけども、D ポイント期間用途限定ということですので、まあ、D 払いであったりとか、ローソンのお試し機会券であったり、D ショッピングデーなどで、まあ、使うのがいいかなと思います。で、付与される上限なんですけども、1回の決済で300ポイント、期間中1000ポイントまでとなっております。で、ちょっとですね、気をつけてほしいのはここなんですが、まず初めて利用される方なんですが、20%還元ということで、2018年の2月1日土曜日から2021年の1月11日月曜日までに D 払いでコード決済を 予約注文サービスの支払いがない方ということですねこの方々は20%還元の対象となりまして付与される上限は同じなんですけども利用する金額が変わってきましてもし20%還元の方の場合はですね1回に1500円の決済をしたら上限の300ポイントに到達して期間中トータルで5000ポイントを利用したら1000ポイントの上限に到達するということになりますでこれまでね D 払いを利用されている方結構僕の視聴者さんであればここに該当する方が多いのかなと思うんですけども僕もここに該当します2018 1 2018年2月1日から2021年1月11日までに d 払いのコード決済とか予約注文サービスを利用したことがある方ですね。付与される上限は同じなんですけども、利用する金額が変わります。1回に3000円まで利用することで300ポイントに到達して期間中トータルで1万円まで利用したら期間中の1000ポイントに到達するということになります。まあコンビニをね。利用する上で若干金額が高いんですけど、もまあ無理せずね。上限に到達する必要はないので、まあ使える分だけ使うのがいいのかなと思います。 で、D ポイントが付与される時期なんですけども、2021年の3月末までなので、まあ忘れた頃に付与されるという感じですね。で、あと注意点なんですけども、対象の支払い方法として電話料金合算払いであったりとか、クレジットカードの場合は D カード、そして D 払い残高であれば D 払いで決済したら D ポイントがしっかりと付与されると。で、それ以外の支払い方法ですね。D カード以外のクレジットカードであったりとか、D カードプリペイド、D ポイントを利用して、そしてあとは D 払いの ID 決済ですね。これらで D 払い決済を行っても D ポイントは、このキャンペーン分は付与されません ので気をつけてください。で続きまして2つ目のキャンペーンですね。航空音と D 払いのキャンペーンとなっております。 高校ンペに登録した D バレでコカ・コーラ社製品を買うと、すべての D バレユーザーになんと30%戻ってくるキャンペーンとなっております。で、同時開催中でこちらの50%戻ってくるキャンペーンですね。初めての方であれば、ここも合わせて使うことができると。キャンペーンの開催日程なんですけども、1月12日からスタートしまして、2月の28日までとなっております。で、流れめっちゃ簡単で、まず高校ンペっていうアプリがあるんですけども、そこに支払い方法に D バレを設定します。そして、その対象の自販機があるんですけども、コカ・コーラ社製品の。 そこで購入したら D ポイントが付与されるという流れになります。後ほどちょっと設定方法については僕もまだ行ってなかったので解説します。で、まず得点1の決済金額プラス30%還元なんですけども、これは全員が対象となりまして、まあ例で言うと150円の対象の商品を購入いただくと45ポイント戻ってくるということなんですが、 まあこのキャンペーン上限が500ポイントという風に出てるので、まあ実際には1667円を利用することで上限に到達します。まあけど自販機なのでここまで細かい金額を使うってことはあまりないかと思うんですけども、まあ大体これぐらい使えばね。 上限に到達するとということで、目安程度に覚えておくのがいいいかなと思いますで特典二つ目なんですけども、決済金額の50%還元なんですが、まあこれはですね、昨日も解説した初めての D 払いで50%還元というものと同じものとなっております。なのでここがポイントですね、D 払いを初めてもしくは久しぶりの方限定ということで、まあ、おさらい程度なんですけども、まず D 払いを初めて利用された方ですね、これまで一度も D 払い加盟店でマッチとかネットで D 払いも決済しておらず、かつキャンペーン期間中に初めて D 払い 決済をされた方もしくは d 払いを過去6ヶ月間利用してない方ですね2020年の12月31日から計算して過去6ヶ月間7月1日から12月31日において d 払いで支払いがない方ということですのでまあ久しぶりにね d 払い使おうっていう方も対象と結構これ面白いですよねなのでもしこれに該当してる方はぜひですねこの50%還元の対象となるんでうまく併用するのがいいのかなと思いますちなみにこの50%還元のキャンペーンについては上限は1000ポイントまでなんでまあ2000利用することで上限到達するんですが まもちろんね、合わせてこの航空運符のキャンペーン使ってもいいと思うんですけども、他のキャンペーンとも併用できるんで、まあそちらも合わせて使うのがいいかな,いいかなと思います。で、この航空運符のアプリなんですけども、まだですね、d 払い設定されてない方はぜひ参考にしていただければと思うんですが、僕自身も、まだ実はですね、d 払い設定、航空運音に設定してなかったんで、早速やってみたいと思います。まずアプリをインストールされてない方はですね、まずアプリのインストールを先に行ってください。一応概要欄にリンク貼っております。で、インストールを行ったら、左上にですね、3本線があるんで、ここをタップします。そうすると、 ご覧のようなメニュー画面が出てきますんで、ここに高校音符おっしゃらい設定という,という項目があるんで、ここをタップしてください。 そしたら、高ンペイの画面がいろいろ出てくるんですけども、画面を下に下がっていただくと、今僕自身がですね、登録しているような電子決済サービスの一覧が出てきます。今だったら l i n e p イ、y PayPay、AUPay、ルペイ p a y まで出てくるんですけども、まあ、今回はですね、ここの決済サービスを追加するをタップして追加します。で、いろいろ出てくるんですが、今回はですね、ここの D 払いという項目があるので、ここをタップします。ちなみ,ちなみにまだ楽天ペイも紐付けていません。で、決済サービス追加するで D 払いと出てるんで、これで連携するをタップします。で、ここからご自身の D アカウントですね、ここ この ID とパスワードとか2段階認証を行って画面をどんどん進んでいってください。そしてうまく入力ができましたら連携が完了しましたということで、これで高コンペイと D 払いの連携が完了ということになります。そしたらですね、先ほどお伝えした一覧の中にご覧のように D 払いが出てきますね。赤いチェックが入っていれば今、高コンペイで決済したら支払い元が D 払いになっているということになります。 あとは左にも出てる通り、最初の自販機で、あとは高コンペで掲載すれば、今回の30%還元を受けることができるということになります。まあ、結構やり方としたらシンプルで簡単ですね。で、最後にですね、D バレのキャンペーン、今発表されてる時点のものだけまあ、まとめてみました。まずは丸亀生命の20%還元キャンペーンですね。これは1月の12からスタートして1月31日まで。で、詳細に関してはこちらの動画で解説しますんで、まず前回の動画をぜひ見ていただければと思います。次に今お伝えしたファミリーマートで10%から20%還元キャンペーン、 ですね、これも1月12日からスタートして2月の1日で終了しますで高校の30%還元なんですけどもこちらも1月12日からスタートして2月の28日まで,でもう一つですね、まあ、それらのキャンペーンも合わせて使うことができる初めての DE 払いで50%還元キャンペーンですねこれも1月12日からスタートして3月の31日までのキャンペーンとなっております ま、注意点としたら、とりあえず1月12日から一斉にスタートするんですけども、終了の日程がそれぞれですね、バラバラなので、ここはちょっと間違いないようにしたいところですね。で、まあ、個人的には、やっぱり丸亀製麺が結構暑いかなと思いますんで、まあ、この寒い時期にね、うまくちょっと利用してみようかなというふうに思っております。で、まあ、コンビニはね、特に僕はこだわりがないので、まあ、期間中はファ,ミファミリーマートを使ってもいいのかなというふうに思っております。 まあそんなこんなで今回は D バレーのキャンペーン2つですね。ファミリーマートのキャンペーンと高コ,コンペのキャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。いやなんかね、ほんとここ、まあ今日ツイッターでもそうだったんですけど、いろんなキャンペーンがこの週末に発表されたので、また改めてね、それぞれまた動画にしてお伝えしようかなというふうに思っております。けどまあ D バレーがね、絶妙な感じにまたキャンペーンを仕掛けてくるので、まあちょっと今後もね、目が離せないところではありますね。で先ほど 先ほどお伝えしたまあキャンペーンのページはもちろんなんですけども D バネのアプリですとか高コンペのインストールがまだの方いらっしゃいましたら下の概要欄にリンク貼っておきますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました まあ、おまけというほどでもないんですけども、皆さんこれ参加されましたかね D ポイントスーパーチャンスありごとうですね。まあ、得点1に関しては、結構条件は緩いので、サクッとクリアできてる方多いと思うんですけども、得点2の方ですね、今現在第2弾なんですが、このキャンペーン自体は1月の11日までとなっております。まあ、ね、明日から世の中は、まあ、3連休ということですので、まだ条件をクリアしてない方はですね、こちらも忘れず参加していただければと思います。で、僕自身はやっとね、まだスタンプ3つまでしかちょっとクリアしてないので、 で、残り2つなんとか期間が間に合えばクリアしたいなというふうに思っております。まあ福岡市はね、珍しく雪が積もって、すごい今日は寒かったんですよ。で、そんな明日もまあ若干雪が積もってる状態だと思うんですが、僕は会社に出勤をしようかなと思うので、この2店舗クリアできるかどうかわかんないんですが、皆さんもぜひですね、余裕があればサクッとクリアしてみてもいいのかなというふうに思っております。ということで、ありがとうございました。